ザクセン王国は1806年から1918年までドイツに存在した王国。前身はザクセン先帝公領。1918年のバイマル共和国の樹立によって消滅した。首都はドレスデンであった。最終的な領域は現在のザクセン州の領域とほぼ同じである。アウステルリッツの戦いでオーストリアが敗北したことで、 新生ローマ帝国は1806年8月にナポレオン一世によって解体された。同年12月ザクセンは広国から王国に昇格し、ザクセン皇、フリードリヒアウグスト三世はザクセン国王、フリードリヒアウグスト一世となった。その後、フリードリヒアウグストはティルジットの和訳によって成立したワルシャワ広国の公も兼ねることとなった。 1815年のウィーン会議の結果、ワルシャワ公国は消滅した。ザクセン王国はドイツ連邦に加入したが、北半分の領土をプロイセン王国に割上させられることになった。現在のザクセン州は大部分がこの時に残った領土に相当する。1848年革命の際には、ライプツヒを中心として自由化運動が広まった。 こうした中で成立したブラウン内閣は言論、出版の自由を保障し、封建的所得権の廃止を実現させた。また、ザクセン王国内における制限選挙を廃止、21歳以上の男性に普通選挙権を認めた。同年末の議会選挙では、スラブ系少数民族であるソルブ人協会の代表も3人選出された。 しかしこうした改革の潮流はオーストリアやプロイセンでも反動化が進む中で鎮圧されていった。1866年の広島戦争では中立を取ろうとしたが結局オーストリア側に着いた。そのためプロイセン軍による占領を受けて降伏を余儀なくされた。ザクセン王国はハノーファー王国、ヘッセン剪帝王国、ナスサウ王国、 フランクフルトアムマインなどのように、プロイセンに併合されることはなかったが、形式上の自立のみを残して、プロイセンに従属し、北ドイツ連邦に加入した。さらに1871年の不仏戦争で、北ドイツ連邦は、ドイツ帝国となり、ザクセン王ヨハンは、ドイツ皇帝ビルヘルム一世に忠誠を誓った。第一次世界大戦中の1918年11月3日、 キール軍港の反乱をきっかけに、ドイツ革命が勃発し、ドイツ皇帝ビィルヘルム2世は、退位を余儀なくされた。ドイツ帝国は崩壊して、バイマル共和制が成立。最後のザクセン王、フリードリヒア・アウグスト3世もまた1918年11月13日に、退位に追い込まれ、ザクセン自由州が成立した。1900年のザクセン王国の半島、 フリードリヒアウグスト1世、ワルシャワコアントンフリードリヒアウグスト2世、ヨハンアルブレヒトゲオルクフリードリヒアウグスト3世から1918年対位、ザクセンは共和制へ移行こう。ありがとうございます。